はい、どうも、レディです。今日ですね、ついに ABCR アスレティッククラブのユニフォームがね、完成しました。で、そのユニフォームを僕の家にですね、代表の菅原さんがちょっと持ってきてくれてるんですよ。いや、僕もね、写真はね、送ってきてもらってたんですよ。完成したやつね。わざわざ来てくれましたね。そうなんですよ。このためだけに来たんで、あ、いい、お届け物でーす。ごめんなさい、勝手に回しましたもん、今動画で。じゃあ、こっち行こう。はい。このためだけに長野から来たってことで、早速ね、はい、うちのチームのユニフォームが完成したので行きますか。ありがとうございます。はい、じゃーん、どう出せばいいんだ。ちょっと一回これが、あ、なるほど、これか、僕のサイズのやつにしましょう。はい、じゃあこれ、はい、よし、じゃあ、でもこれで分かりにくいな。これで分かりにくいな。じゃあ出すか、出そう、はいはい、これです。ででーん、これがね、僕のチームのユニフォームでございます。新ユニフォームというよりか、新というよりか、初ユニフォームですよね。 ABCR って、こうロゴが入ってて、見える？見えます。 OKOK ABCR のね、これロゴが入ってて、これ胸にこう、なんか書いてるじゃないですか。で、この胸に入ってるのが、これね、実はリカオンズって読むんですよ。ちょっと分かりにくいんですけど、言うたらチーム名みたいなもんで、はい、まだこれ動画とかでは全然その表現一回もしたことなかったんですけど、はい、クラブチームってなるとチーム名みたいなのいるんですよ。登録上とかでもあったりもするんですけど、 ABCR リカオンズみたいな、リカオンズ AC、いろいろあるんですけど、あ、その辺はちょっと考えます。また普通にチーム名 ABCR アスレチッククラブかと思ってました。ああ、そうそう、ティックだよね。あ、ティックな、お前チックっつったら、あ、ごめんなさい、アスレチックっつったら、ティックやから、ティック、お前大丈夫かそれ。ごめんなさい、お前切れるで。チームに関わってる人間として俺厳しいで、俺、チックって言ったやつ今度からお前かな。正確にはティックだ。ピックです。はい、ってことで、こうチーム名が胸にパコンと入ってますと。動物っていうかキャラクターですか、これ。あ、そうなんですよ。あとね、これね、リカオンズっていう動物で、これはリカオンだね。あ、ごめん、リカオン厳しいっすね。あ、厳しい。リカオンという動物をモチーフにしたいっていうのは、これも菅原さんの案なんですよ。詳細はね、ググっていただいて、別にそのなんかリカオン、なんでリカオンにしたかとかね、いろいろあるんですけど、言うたらこの色合いとかの説明をし始めると、僕、もともと一番最初緑みたいなのを着たいなとか思ってたんですけど、そういうところから始まって、リカオンって、アフリカとかにいる動物でしょ。サバンナとかにいる動物ですよ。だからやっぱこうサバンナ感っていうのとか、あとはこのちょっとね、こうよく見てください、はい、このなんかシュ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 って線入ってるの分かります？ちょっと太めの緑のところ、ね、そうこれは毛並みをイメージした。あ、そういう、そう、これほんとね、僕とか菅原さんとか、あとは他チームみんなでデザインをね、投げ合って、もっと僕らで作ったユニフォームです。すごくない？この自分で作るってすごくない？ないっすね。だってさ、大学生とかさ、実業団チームの入っとる選手でさ、はい、自分でユニフォームデザインして作ったやつおらへんやろ。はい、切れへんや、そんな。うん。うちできますから。僕ですか、僕らできますからね、僕らでね。お前、俺、なんか、打ち合わせ行ってんねんと思う。想像つくやろ、こんなことやって。うん、俺、ディベロップさんですよ。これ作っていただきました、ディベロップさんにね。はい、大人の仕事してますからね。分かってます？まだやってるだけじゃないですよ。バカやってるわ、認めない。生地とかもね。あ、もう生地はもう何種類かあって、特別版でちょっと、ね、薄手のやつを、そうなんです、レース仕様のやつ、カスタムオーダーみたいなやつあるじゃないですか、よく。はい、では作れないですよ。さらに持ってる。当たり前じゃないですか。わお。なんかちょっと着てみる？あ、着てみたい。あ、とりあえずじゃあ着てみようか。はい、よし。よし。はい、着てみ、あ、サイズ感いいじゃないですか。いいね、ぴったりです、ぴったりです。ちょうどいいね。ちょっとズボンがね、普通のこれなんで、なかなかその、ね、似合うか似合わないかって分かりにくいと思うんですけど、こんな感じですってというね、下まで履くのはさすがにちょっとキモいんで、これだけにしておきますけど。いいやん。うん。これ裏は何も書いてないですか？裏は書いてない。見えへんわ。どうやって見よう？袋みたいな。これ一応サブユニなんですよ。あ、そっかそっか。そう、一応サブユニなんですよ。はいはい、メインいけるんですけど、はい、今のところ一応これでメインはいけるんで、出るんですけど、公式っていうか、もっとシンプルな。チームで駅伝とかってなったら、また違うの作るってことですか？そう、広告規定とか、そういうオフィシャルな大会に出る場合は、もうちょい硬いやつを。硬い規定がやっぱあるんですね。ね、派手派手はダメなんですね。いや、派手というか、なんか企業のその宣伝になったらあかんから。なんかスポンサーを2個までとか、そういう。ああ、そういう感じ、そういう感じなんで。だから、ここに ABCR とかはあかんってこと。あ、ばらけさせるのもダメなんですね。いや、ばらけるとかじゃなくて、でかさ。でかさの問題。いいやん。初めて緑着たらもう。かっこ
こええわ。チームの T シャツもあるんですよ、この同じ柄でね、まあ、作った。まあまあ一緒ですよ、柄は。うん、こっちの方はちょっと厚でね、うん、でもなんかサラサラしてて、うん、軽い感じでおもろい生地ですね、まあ、こういったねチーム T シャツみたいな感じも、まあ、同じデザインで作ってますと。まあ、このユニフォームも、この T シャツも2パターンあるんですけど、まあ、これね、ちょっとコメント欄とかで、ちょっと欲しいとか、手に入る方法ないんですかみたいなね、コメントとかも、まあ、ちらほらあるんですけど、まあ、ちょっと正直現状、完売は予定はしてないんですよ。その、普通になんか、ショップで売りますとか、いうのは予定はしてないんですけど、まあ、何らかの形で、まあ、皆さんの元に届けられるタイミングがあればな、というふうには思ってます。まあ、もろもろちょっと企画中、検討中ではあります。まあ、結構リアルな話すると値段の方が下げれないんですよ。でなんでかっていうと素材が、この素材がそもそも、はい、ええやつなんですよ。ええやつなんですよ。その一般販売用の値段じゃないんですよ、はいはい、だからなかなか売りにくいんですよ。あ、まあ、だから例えばですけど一般販売どうしてもするっていうんだったら、はい、まあ、ちょっと1個ランク下げるとか、例えば野球のユニフォームとかだってね、レプリカって下げてるじゃないですか。けどプレミア用でなんか本当の質のやつも1個あるみたいな、っていうような感じで、多分これだけじゃなくて、もし作るんだったらちょっと安価な生地とかにして、はい、赤っか生地ってもうちゃんとしたやつですよ、はいはい、だからこれがちょっと良すぎるだけの話なんで、はい、普通の生地にして皆さんが一般で着れるような生地にして販売するだったりとか、まあ、逆に T シャツとかをな形だったりとか、2022年度、まあ、クラウドファンディングだったりとかも、まあ、今予定してるんですよ。でその中の返礼品みたいな形で用意しようかなというふうにまあ、思ってますので、いつかというか、まあ、近いうちに、ファンの皆さんにね、届けられるようにね、したいと思いますんで、ちょっと楽しみに待っててください。はい、僕が思うのは、この、まあ、例えば企業のね、実業団チームとか、大学のユニフォームって、ここにこう書いてるじゃないですか。何ってバーンって、うん。レプリカで、東海大学って書いた T シャツとか、T って書いてるの着るの、ちょっと意味不明じゃないですか。はいはいはい、わけわからないじゃないですか。けど、これはあんまり何書いてるかわかんないでしょ。いや、正直。はい、ね。シュシュッとしてて、はいはいはい、なんかデザインの一部みたいじゃないですか。だからあんま恥ずかしくなくないですか、うん、これ別に着てても、はい、ここに何て書いてあるんだろうって読まれへんから、うん、別にこういうもんなんだって思われるわけじゃないですか、はい、まあ、そういうところも実はちょっと考えたんですよ。ここのリカオンズという文字をはっきり書きすぎないで、そう、デザインの一部のようにするっていうのは、まあ、こういう案とかも、まあ、僕とかも考えたりしてて、まあ、着れるかなと思いますと、このデザイン自体は、はいはい、この服着て走るデビュー戦、まあ、決まってます。ちょっと露出は少ないかもしれないんですけど、はい、一応9月20日月曜日か月曜ですね、はい、にある平成国際大記録会、はい、3000m で初お披露目、はい、初お披露目です。お客さんは来れないとは思うんですけど、はい、まあ、僕 YouTube ね、お前来れるよ、行きます。 OKOK、 じゃあ9月20日、まあ、YouTube で撮影してちゃんと動画お披露目の姿をね、はい、まあ、お届けしようかなというふうに思います、はい、23走るんですよ僕。22、3000走って23に、5000走るって感じ。フォアボスまあまあでもその3000は、まあ、3000がもう刺激みたいな感じ。そう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 なんかまあ練習のね一環で行こうかなというふうに思います。え、楽しみやな現状だ。ちょっと現状だから誰が企画してるんですか、M 高橋さんですか。え、うん、え違う、関わってるでしょ。え、そうなの、俺弟かと思ってた川内さんの。ああ多分そうっすよ、多分そうっすよ。ケツだー、見なかった、見てないっす。 M 高橋のラジオじゃじゃじゃんって知らん。めっちゃですラジオやってる、あれ呼ばれへんかな俺、めっちゃ荒らしたんだよ俺生放送っすかあれ多分収録やったらオファー来るんですけど、生放送だったらちょっとオファー来ないっすね。都合悪いとこカットできないっすね。そう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 、怖いからもう、全部言ってもらうからなそんなことないよえ言うでしょいや、はっきり言うからまあまあね、みんな怖いでしょ、うん、だって、すごいっすよ俺。だって、この間も出雲駅伝や、出雲駅伝の、僕らで解説するみたいな動画出した時、動画自体は25分ぐらいにまとまったんですけど、最初15分から20分ぐらいって言ってたな。そうです。もうパパッとそのもう切るとこ少なくしてパパッと喋って終わろうっていう風な感じにしてて、当初撮影予定ですよ、撮影時間の予定を15分から20分ぐらい設定してたんですよで次の予定とかも入れてたんですよ絶対でフリートークですよ、そっからもうどん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 自分らで大学調べていってバーって喋るみたいなのをやりながらやってて、結局終わっただから90分っすいや本当にビビるぐらい時間が秒で過ぎたやばかったよね、はい、そうでしょう。でもしかももう91っすからね、喋ってる場合そうだろうね、うん、そうずっと喋ってるし俺止まらん。いやでもマジで嬉しいな、うん、ね、ぜひともね ABC やるアスレティッククラブリカオンズをね応援していただければありがたいなというふうに思います。しゃっす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 くちこみましょう。そんなんお疲れ様です。お疲れ様です。最終的にふざけるやん野球部の野球部の新入なんか挨拶みたいなやってみたけど、うん、はい終わり